今日のコメント。早く新ポケモンが死にたい。花勝さん、なんとかして。ゲームの最新情報を知りたいけど、僕はただの YouTuber だから何もできないな。どうも春カットです。皆さんアニポケは見ていますか？ニコロシーズンも面白いですよね。そこで今回は次回ロイのホゲータの進化が確定という件について話していきたいと思います。では関係ないけど、この前江ノ島観光に行きました。どうだった？久しぶりに海行ったから楽しかった。食べ歩きもたくさんしたよ。いいね、夏満喫してるじゃん。というわけで、最後息入れてください。やはり次回ロイのホゲータの進化は確定か。今放送されているアニポケ新シリーズは主人公がリコとロイで、2人はライジンボルデカーズ組織の仲間に加わり旅に出ています。で、新章ではリコロイドットがテラステルを学ぶためにパルリアのオレンジアカデミーに行き、テラステル研修を行っている最中なんですが、今は3人とも応用テストに挑戦していて、前回まさかのロイが応用テストに不合格になったところです。次の回では応用テストに再挑戦するということで、そこでホゲータが進化するのではないかと話題になっているんですが、そこで進化がほぼ確定できないような公式商品が最近多く公開されています。昨日公開された商品がこちらです。アニポケのパッケージ、フィッシュソーセージですね。リコとロイ、そしてアニポケに登場するポケモンたちが乗っているんですが、そこにはニャローテやウェルカモ、そしてロイの前にはまさかのアチゲータがいます。この商品は9月上旬に発売予定で、ここにホゲータではなくアチゲータがいるということは、もう次の回の応用テストの回で進化することはほぼ確定なんじゃないかと思います。すでに販売されているポケモンウェアースチョコのパッケージもキャプテンピカチュウとともにアチゲータ、ニャローテ、ウェルカモがいますしね。ポケモンキッズやモンクレでもアチゲータが出ていましたよね。今週の回では応用テストに再挑戦するということで、一旦ネモたちと特訓して応用テストに挑むようですが、どのタイミングで進化するのか楽しみです。皆さんはこれについてどう思いますか？よかったらコメントでね、コメントしてみてください。とまあこんな感じで、やはり次の回ロイのホゲータが進化確定という件についてでした。ちょっともしチャンスになってるというボタンよろしくお願いします。ではまた次回、せーのグッディー。